広東省陸峰・浮かん村では土地返還運動が長期にわたっているため住民にいろいろな形で影響が出ています土地が返還されない上に多くの住民が逮捕拘束され村長の林ソ連氏も刑を科せられました当局は13日に警察多数を同村へ派遣して取締りにあたり大規模な流血事件が発生しました初の村長選挙を行い民主の村と呼ばれた浮かん村が 危機にさらさられています報道によれば13日未明数千人の警官が浮かん村へ入り住民を逮捕しましたネットの映像によると武装警官に住民が石を投げて抵抗している様子やゴム弾にあたり負傷し血を流している住民の様子が確認されました陸方警察は13日未明13人の住民を逮捕したと発表し 夜にはさらに5人の住民を懸賞金付きで指名手配しました。少なくとも数十人の住民が連行されたと言われています。カナダ在住の人権活動家の楊ウ・さんは14日、 新当時の取材に対し現在、浮かん村は封鎖され通信もできないため道村にいる友人と連絡が取れないことを明らかにしました現在人出難今回の衝突事件が起こる前、浮かん村の住民たちは当局から実刑判決を受けた村長の林ソ連氏の釈放を求めて連日にわたりデモ行進を行っていました。

当局が突然強行手段に出たのウカン村の問題がさらに大きくなり国際社会の関心を集めることを恐れたのだといいます。ウカン村では 2011年に土地の強制改修が起こり、リンソ連をリーダーとする土地返還運動が巻き起こりました。数ヶ月の抗議活動の末、中国で初めての村長普通選挙が行われ、武漢モデルとして注目を集めました。選挙で村長に就任したリンソ連は、今年になっても土地が返還されないため、6月再び住民を率いて土地返還要求運動を起こしました。これにより、 尹村長は当局に逮捕され長期的な抗議運動に発展し再び国内外の関心を集めました香港市民法は当時多くの役人が右官村の土地の不正売買に関わっているため現地政府がこの問題の解決を渋っていると指摘する中国人学者の分析を引用し報道しました オランダのライデン大学政治学博士のラテイさんは BBC に対し、ウカン村を中国の基礎部分における衝突を解決した成功モデルであると考えるのは単純で楽観的すぎると述べています。新東人テレビがお伝えしました。